即退着用の信人新能1941年、中央右が信人新能。1943年6月、白テーブルの後ろに立つ士官が信人新能。高松宮信人新能は日本の皇族、海軍軍人。大正天皇と定名皇后の第三王子。昭和天皇は兄、第125代天皇は秋人葵。 第126代天皇徳人と、秋篠宮文人親皇は、大いにあたる。有栖川の宮の祭祀を継承。日は、皇爵徳川義久の次女、菊子。ご称号は、光宮。未来は親皇。お印は、若梅。栄天は大君以降四宮。大正天皇と定名皇后の、第三王子。皇朝兄に、昭和天皇、皇子兄に。 秩父の宮陽人志新郎、皇帝に、三笠宮隆人親王がいる。明治天皇の高尊、大正天皇の第三王子にあたる。高松の宮文を1905年1月3日、当時の皇太子、吉人親王の第三皇男子として、青山東宮御所で誕生。幼章を、光宮と言った。高松宮は四親王家の一つ。 有栖川の宮の旧宮号であるが、信人親王新が、有栖川の宮の祭祀を継承したのには、ゆえがある。1913年、有栖川の宮第10代、竹人親新が、皇子、種人王に先立たれたまま皇居したが、当時は、旧皇室転半によって、皇族の養子縁組が禁じられていたため、有栖川の宮は、断絶が確定した。しかし、 大正天皇は、高人、樽人、武人三親王の幕末以降の功労に鑑み、武人親王皇居の翌日である7月6日に、特使を持って、当時8歳だった第三王子の信人親王に、高松の宮の号を与え、有栖川の宮の祭祀を、将来的に、信人親王に受け継がせることとなった。1923年、有栖川宮最後の皇族となった。 武人と新納日、以降の交互一年祭をもって道具が絶景すると、その祭祀、及び邸宅などの財産は、正式に高松の宮に引き継がれた。1920年4月、学習院中等科3年退学、海軍兵学校予科入学。無試験で入学できる、皇族指定は、他の生徒より知的、体力的に劣らざるを得なかった。 信人ひとの余予科入学に際しては、レントゲン検査も含め健康管理に、万全の準備が整えられていたが、当初になったためたの生徒とは異なる、厚手の作業着が用意された。1921年8月24日、海軍兵学校本科に編入。1924年7月24日、海軍兵学校卒業、小位候補生となったが9月に、 赤痢のために、候補生遠洋公開は断念。1925年1月3日、貴族院皇族議員に就任し、同年12月1日、海軍将尉に任官。1930年2月4日、自身が妻子を継承している、有栖川の宮武人親王や徳川義信の孫に、当たる徳川菊子と婚儀、後部合体と話題を呼んだ。 同年、兄、昭和天皇の名代として14ヶ月にわたって、欧米を、周遊訪問にし、5月27日には、米カリフォルニア州、サンフランシスコに立ち寄って、日系移民たちの前でスピーチを行った。なおこの時のスピーチは、地元住民によって、レコードに録音され、現存している。同年12月5日、帝都復興記念賞を授与された。 1932年11月29日、海軍法術学校高等科を卒業し、巡洋艦、高尾、戦艦、不装の分隊長に補えされる。1933年11月から約1年間、呉市新宮町で暮らす。当時は、昭和天皇に、巫女がなく、男児の誕生が強く望まれていた。また、義母、徳川宗枝子が、 がんに倒れ、1933年4月25日に、逝去していた。信人親王は、その日の日記に、こうなすことが、義母、稔枝子や、父、大正天皇に対する務めであるという趣旨の内容を、記しているおばば様にしてからお送りすればよかった旨の、記述がある。同年12月23日に、昭和天皇の、第五子、第一皇男子として、 嗣宮の人やあが誕生した際には、重荷の降りたような、嬉しさと日記に記した。信人ひとの喜びは大きくをはじめ、複数のお歌を読んだ。結果的に、長兄、昭和天皇、弟、三笠宮隆人親王と違い、信人ひとは、次兄、秩父宮陽や氏うひ同様に子女はなく、夫妻の血筋は残されていない。 1934年11月10日、海軍大学校に入校。1935年11月15日、海軍少佐に進級。1936年11月26日、海軍大学校卒業。同年12月1日に軍令部出資権部員に補えされ、第2部、第3部、第4部などを歴任。1940年4月29日、 シナ事変従軍機将渡航四級禁止勲章を受けらる。同年7月3日、戦艦、比叡法術長、11月15日に、海軍中佐進級。比叡法術長時代、部下に、海軍将校の心得を訓示した際、青年主官は、現在任務が重要であり、艦の中堅となること現在の最大の任務なり。これをわきまえていれば5.15事件は起こらぬ。 はずなりと述べた。1940年11月10日に内閣主催で昭和天皇皇順皇后林業の下に宮城外苑にて挙行された紀元2600年式典の翌11月11日に同会場で行われた報酬会でその総裁であった兄秩父宮陽仁親新郎が病気により欠席したためその代理を務め同報酬会で長兄 昭和天皇への報復思想上、自身による政治万歳参照などを行った。1941年4月5日、なるべく近くにと、長兄昭和天皇の内位より、横須賀海軍航空隊教官に補えされる。太平洋戦争海戦前夕の11月20日、軍令部部員と大本営海軍参謀を務めた。この頃、 星名前史郎に、日本軍の実情を聞き、燃料不足を理由に、長兄昭和天皇に対し海戦新朝論を根上する。昭和天皇は、当初信人親王を主戦論者と見ていたため衝撃を受け、総理権陸軍大臣、東条秀樹、軍令部総長、長野治海軍大臣、島田重太郎を急遽呼んで事情を聞いたという。戦後、 GHQ 戦士室調査員、千葉屋正隆が、新王に、当時の心境を尋ねると、戦争回避は、難しいと知りながらも、真相を申し上げるのは、直宮としての責務である。と語っている。11月30日、信人新王は、昭和天皇のもとに行刑し、回戦について、意見を交わした。その際、東水部の予測として、 五分五分の引き分け、よくて六部四分の心象と伝えた上で、敗戦を懸念する昭和天皇に対し、翌日に海軍が戦闘展開する前に戦争を抑え、改善を中止するよう訴えた。だが、昭和天皇は政府、統水部の意見を無視した場合、クーデターが発生して、より制御困難な戦争へ突入すると考えており、 信人親王の意見を聞き入れることはできなかった。1942年11月1日、海軍大佐に昇級。開戦後も、信人親王は和平を唱え、島田海長の辞任や東条内閣の総辞職を、たびたび主張し、後の終戦後史上唯一の皇族の総理となる、東国の宮敏彦を、弟、三笠宮隆人親王等の和平派皇族や、 与内三政党をはじめとする海軍左派、近江文丸前首相及び首相を戦後に務める吉田茂等の政界の和平派と結んだ。さらに、側近の細川森貞によれば、侵入する高木総吉海軍少将や上重徳、海軍大佐などと協力して戦争を推し進める東条の暗殺さえ一時は、真剣に考えていたという。 信人新の王は1944年夏頃には、政府の方針にことを唱える言動を繰り返しており、絶対国防権が破られた。以上、大東亜共栄圏建,建設の理想を捨て、いかにしてよりよく負けるかを模索すべきだ。一億、玉砕など事実上不可能。新聞などは、玉砕精神ばかり論じていて間違っていると、主張していた。 このような言説を内大臣の木戸孝一は嫌っており、側近の木戸を通じ、昭和天皇の信人親王に対する印象も悪化していった。昭和天皇自身はあくまで政府、軍公館との直接のやりとりを重視するのが筋と考えており、信人親王を遠ざけていた。信人親王は昭和天皇と直接話す機会が、 徐々に少なくなっていることを周囲に語っている。1945年4月9日、選挙区の悪化を受けて、信人親王は、民進一進のため、兄、昭和天皇の名代として、伊勢神宮を参拝した。この参拝はもともと、信人親王自身の発案であり、信人親王は、若い管理が、国民に対し、いばり不親切な態度をとっている、現状を憂い。 神罰でもって、これに当たることを考えていた。しかし、昭和天皇は、管理人名も自身の責任であるとして、神罰の祈願には、反対し、あくまで平和到来とその後の国家指導に関する、祈願のみをなしろとして託すことになった。大戦末期にはフィリピンに向かう王にした紀次郎、海軍中将に対して、戦争を終結させるためには、 皇室のことは考えないでよろしいと伝えた。1945年8月15日、玉音放送において、兄、昭和天皇が読み上げた、終戦の証書について、天皇が、国民にわびる言葉はないねと天皇の責任について、指摘している。連合国軍最高司令官総司令部が進駐する、間際には、東国の宮俊彦王首将軍の命を受けて、 寺岡近平海軍中将や、第三航空艦隊参謀長、山積中三郎大,大佐とともに、厚木海軍飛行場において、徹底抗戦を主張する、第302海軍航空隊に対し、武装解除の説得に赴いた。1950年頃の高松宮、同飛終戦時に軍令部第一部長。 富岡貞俊少将の構想で、有事の際に高頭を守ることを目的とした、高頭五次作戦に協力する。信人親王によれば、いろいろなプランがあり、必要な時にどれかを選んでやれば良いと考えていたという。また、邸宅の本館を、降輪閣と解消し、ウィロビー、ホイットニーなどの占領軍関係者を招いて、昭和天皇の直視を伝えるなどし、 終戦直後の不安定な状況下の天皇制の維持にも努めた。1946年5月23日、貴族院議員を辞職。終戦直前の1945年7月21日から日本赤十字社の総裁を務めていたが、GHQ による公職追放の影響で、1948年7月31日に退いた。 1951年10月頃に高松宮は、野村義三郎元大将を通じて、旧海軍関係者に対して、講和条約発行後、皇室保持と、再軍備精神を喚起するために、昭和天皇は上位し、新たな天皇が再軍備後の、新、国軍を指揮するという命令を伝えていたとされる。1975年2月号の、文芸春秋において、 政治評論家の加瀬秀明によるインタビュー記事、高松の宮各語り記が掲載された。この中で高松の宮は、開戦時に、長兄昭和天皇に戦争反対を進言したこと、ミッドウェーでの敗北以降は戦争終結に、向け努力していたことを述べた。また、その後の式発表など、戦時中に、 和平派として活動したとする内容に、昭和天皇が不快感を示していたともされる。しかし、昭和天皇は高松の宮に関し、政府当局の意見よりも周りの同年配の者や、出入りする者の意見に流されやすく、日独同盟締結以来戦争を謳歌していたが、当初内閣成立後は、改戦に反対し、その後海軍の意見に従い、改戦後は、悲観的で、 陸軍に対する反感を持っていたと捉えており、高松の宮に対しては、複雑な心境があった。その後、昭和天皇は、入江愛正寺中に命じて、当時の記憶を書き留めさせた。1953年に、秩父宮陽人親新郎が、敗結核で既得となった際、長兄昭和天皇は、弟宮の最後に一目合うことを願ったが、叶わなかった。これを、 昭和天皇は大変悔やんだと言われ、1986年に、信人親王が末期の肺がんに侵された時は、昭和天皇は三度にわたって、親ら親王のもとへ渡御し、見舞っている。信人親王自身には、病名は老人性結核と伝えられていた。天皇が弟宮を見舞った最後は、1987年2月3日、信人親王皇居の当日で、 須崎きご用邸での西洋を中止してのことだった。昭和天皇が病室に着御した時すでに神皇の意識はなかったが、信人神皇妃、菊子の願いもあり、天皇は手を握った。昭和天皇と根性の別れを行った約1時間後の13時10分、信人神皇は、肺がんのため東京、疲労の日本赤十字社医療センターで皇居。去年82、 陽日都市新能以来、34年ぶりに、皇族の長寿となったため、宮内庁は連想の儀の運営方法を相当、模索したとされる。2月10日、豊島岡墓地に葬られた。没後、戦時中を含み27年1 0冊にわたって、書き連ねられた、高松の宮日記が、大谷厚氏に、国宝級の資料と評され、菊子妃の尽力により、 宮内庁の反対を押し切る形で刊行された。1921年、大正天皇の4、御子たち。右から厚宮陽人親王、皇、信人親皇、墨宮高人親皇、皇太子広人親王。皇。年の近い、長兄昭和天皇や次兄秩父宮陽人親王皇とは、幼少期から生涯にわたって親しかった。 三笠宮隆人親王の子供たちを可愛がり、おじさまと呼ばれて慕われていた。綾宮文人親王は、おじさまのような字を書きたいと言ったことがきっかけで、菊子妃の弟子として、有栖川流書道を伝承することとなった。信人親王は、スポーツ、国際親善交流、構成、美術工芸など、多岐にわたる活動を行った。中でもよく知られるのは、 競馬の高松グーバイで病に倒れるまで同レースは毎年観戦し自ら優勝杯の授与も行っていた。再生会などの総裁を務め社会活動にも貢献した。なお赤い羽を渡すアメリカの事前福祉の監修を赤い羽共同募金として日本に導入したのは信人新だとされる。これは社会事業共同募金中央委員会の総裁として 鶏を屠殺する際に出る羽を、石身に例え、赤く染めて、募金のシンボルにすることを提案したことに由来する。1947年には、皇族として初めて、ハンセン病患者を収容していた、国立療養所を訪問した。また戦後は、日米親善活動の一環で、国際キリスト教大学の、 設立準備委員会名誉総裁を務めたりもした。ゴルフスキー好きでも知られ、暖かい季節は、夫妻で、祭山各地のゴルフ場を訪れて、プレーを楽しみ、雪の季節になればよく雪山でスキーを楽しんでいた。また夏になると、高輪の邸宅のプールを、近所の子供のため開放していたことでも知られる。大日本帝国憲法記は、 帝国海軍将校で終戦時は大佐であった。兄、陽人氏市新郎が結核で病心であったので、占領期は、兄、昭和天皇を間接的に助けようという意向が強く、東京裁判の関係者を招き1947年2月8日、鴨寮を行ったりした。皇室などの伝統のない外国人も喜んだとある。また、福祉の宮としても有名で、母、 丁明皇后の活動を継ぎ、ハンセン病の東風協会の総裁を務め入園者の福祉の増進に尽力した。皇室ゆかりの門跡寺院任那寺を支える任那会総裁も務めた。海軍兵学校在学中は特別感謝で過ごし、授業の多くはマンツーマン教育を受けるなど特別扱いではあったものの、訓練及び授業では 他の生徒と同じように扱ってほしいと望んでいたと言われる。初期の高松の宮日記にも特別扱いされることへの不満の記述が随所に見られる。後に、信人新能が法術長として着任した戦艦、比叡は、ヤマト型戦艦の実験艦としての役割を担っており、信人新郎の着想が戦艦、ヤマトに採用された例もあったという。この、 比叡でも、官長、有馬香カオル周囲が、信人ヒ新郎のために、参謀長室や、参謀長休憩室を提供したり、飲料水を特別に消毒するなど気を使うことが多かったが、新郎は断固として一将校として勤務し、有馬官長に、殿下ほど忠実に命令を実行する士官に接したことはないと、言わしめた。信人ヒ新郎も、比叡を気にかけており、 天属後も幾度から遺憾している。帝国海軍への思い入れは深く、1977年に松永一郎が海軍時代改装記を出版すると、松永と数名の海軍将校を邸宅に招いた。信人親王は海軍のことを書いても、美典、頂点だけを書いては、後世の役に立たない。むしろ、海軍の欠点、短所を書いておけば、それが、 後世のためになる。これからは、海軍の悪かったことも堂々と書きたまえ。そのために苦情を言う者が出てきたら、高松が言ったと答えたまえと声をかけている。戦後、1971年には、硫黄島の戦績を訪問した。信人親王は、骨が入り口周辺に積み重なっていた洞窟の前で、地べたに正座して、両手を突き首を垂れ、じっと瞑想状態に入った。 また当時は、伊王島には至るところに散らばったままの遺骨もあったが、仕方なしに、海上自衛隊駐屯部隊の隊員も、普段は、靴で遺骨を踏んで、歩くようになってしまっていた。しかし、信人新王はそれをためらい、靴と靴下も脱ぎ、素足になって、骨片の散らばる、洞窟内へ入っていった。その洞窟内には、伊王島という名前の通り地面から、 医療のガスが噴き出していたという。没後、1991年に高松の宮付の旧務官が宮邸の倉庫から発見した、大正10年から昭和22年までの間ののぶ日と、新能の日々が書かれている日記が、非菊子の強い希望で、中央公論者から一部編集を経て出版された。アドレスオブプリンス高松。 高松の宮信人新能サンフランシスコメイ27万1931。くげなまりが混じりながらもはつらつとした、成長であったという、ご両者の日産プリンスロイヤルを改造し、後続霊柩車とした。2年後の昭和天皇体操や、13年後の皇純皇后体操にも、同じ車両が運用されたなお同大学は追いに当たる。 第125代天皇上皇、秋人の孫で、秋篠宮文人親王同妃、森子の長女、真子内親王と次女、過去内親王の姉妹が在籍、通学しており、高松の宮、秋篠宮という高等直系の直,の直の宮家の皇族が関わりを持ったということになる。同大学キャンパスの所在地である、東京都三鷹市には、弟、 三笠宮高人親王が名誉総裁を務めた、公益財団法人中近東文化センターもあり、同じ天皇の弟宮同士が関わって共通した点にもなる。ありがとうございます。